でも5月なのになんでオクトーバーフェストなの？10月にやらないの？10月もやっていいんじゃないですかね。あドイツでは10月なのかな。でも楽しくない？なんかこういうのいいね、うん、いろんなお店が、うん、おつまみもいろいろあるから買って食べたい。イエス。寒いですよね、ですよね、寒いよね。まさかよ。そうなんだよな。そうだよ。あーでもうまい。枝豆食べたい。うわ、寒いの分かったやろ。なんで着込んでこんかったん。俺これあったかいからだね。え、それはあったかそう。大丈夫だよ。よし、取れたか。とりあえずさ、なんかちょっと料理とかもさ、あ、そうだね、追加しようよ。ここら辺ずっと早送り。そうだよ、ね、早送り早送り。いつも基本酔ってる時しかあってないから。そうそうね、翔太も言ってた。なんかつーちゃんとすっちゃんと喋ったことない。多分記憶にないでしょ。この間カラオケ行った時も潰れてた。そうそう、この前がだってもう結婚式とか翔園。そう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 。あ、いちね、今翔ちゃんの話してた。何？多分遡ってみたら分かると思うけど、翔ちゃん、翔太って酔ってないとこんな感じだな。これ酔ってるしか会ってないから覚えてないっすよ。会ったことは披露宴の時は覚えてるんだろうけど、そのさ、次カラオケ呼ばれた時は。いや、それも覚えてます。覚えてるの？覚えてる。いやいやいや、あの最後の方。あ、最後の方記憶あるんだ。最後の方記憶あります。あ、そうなの。いや、だから俺も言ってたよね、行く前に。普通に普通のシラフの時の会ってないなって思って。ちゃんと話したことない。そう、ちゃんと話した。あの時もさ、無理やりさ、ズーちゃん呼んで、ズーちゃん呼んでって。そうそう、ちょうどね、ライブ、そうだ、ライブ帰りだったから。で、来たら来たらね、もう寝てたしね。寝てた、寝とるね。ありがとうございます。何それ。なんか器が可愛かったからそれ買ってみた。それもさ、あの何、グラス交換。そうそう、これをあえて買って帰る人もいるしって言ったじゃん、グラス。返さなかったら持って帰っていい。あー、だよね。なんか俺結構変わった子を結構好きになることが多くて、男友達も多いとか、平気でベッドで寝れるみたいな、平気に男友達の家に泊まるみたいな子がちょいちょいいて、なんかそういうのって付き合ってみなきゃ分かんない部分でもあるじゃん。そうですね。なんか自分家に泊まるとするのはまあよしじゃん。あ、でも他の人にもこういうことしてんだってなると、別にそういうな変な行為じゃないとしても、あれ、もしかしたらあるかもしれないなっていうのがある。でもなんかそういう人を結構好きになることが多くて、なんかうまくいかない。やっぱり嫉妬しちゃうから。あるんですよ。なんかだから時間にルーズな人が多いみたいな。終電なくなったら友達に勤まるとかさ、そういう人が多かったとか、連絡不足っていうかさ、既読はつけるけど返事返さないとか。俺結構なんかそれでモヤモヤしたよ。なんか俺も多分既読して無視はしないけど置いといて。あ、本当。けどなんかあれなんですね、一応あの既読なんか見てなかったらそれはそれで失礼だから、一応既読はしてて、あ、ちゃんと見てるよみたいな。なんかその人間性が分かってればいいんだけど。あ、でもだって2人はもうさ一緒に暮らしててさ、 あもう帰ってくるな、何しろなとか分かったりとかさ、なんか別にりょうくんも連絡ちゃんと返してるから、そういうのは分かってるから。え、え、めっちゃ来たじゃん。だから結構時間かかった。そう、すごい、
蒸しかきと蒸しかきと豚系のでかいやつね。ね、すごい。すごいな。いくらしたの？あ、でもこれで2700円くらいかな。あかな、価値観が。なんかでも俺良一に対してモヤモヤしたことない。ほんと？めちゃくちゃいいじゃん。なんだよ。知ってない。今日帰ったらモヤモヤしろよ。多分良いい今だから言えるけどさ、良一が結構その LINE とかにくれる。ああ、くれる。もう豆だタイプだもんね。そうそう、でも俺はどっちかっていうとそんなに豆に返して返せれてなかった気がする。あ、うん、最初連絡を取り合って実際に会うっていうまで結構な時間かかってる。でその間になんかあの連絡取り合わなかったりとか、うん、そういう我慢できる人？いや基本我慢できないけど、ちょい酔いですね。いい感じに酔っ払ってきてます。出てきたね。いやなんかさ、代々木公園とかでよくあるじゃん、こういうの。あるある。何々フェス、うん、肉フェスとか。ああ払い物。仲間だったら取れるからいいよ。そうね、よやってくんねえかな。いやでもね、なんかちょいちょいやってる、うん、やってる。あ、そうなんだ。この間はね、数ヶ月前餃子フェスやった。あ、やってたんだ。ここで、うん、あ、そうだそうだそうだ。いいね。招待とか休みじゃなかった。何かのあれ、なんかジムとか行ったじゃん。ジム言う。なんで餃子を選ばないの？いやいやいや、なんかその前に多分いっぱい食ってたんで、とりあえずジム行ってて。あ、そっかそっかそっか。予定入ってた。俺が休みで、うん、じゃあどうするのって言って、うん、じゃあ、まあ、餃子がやってたの。井上さんと。え、餃子はあれ、あのなんか宇都宮とかそういう有名な、そうそう、いろんなところの餃子が、あと変わり種みたいなチーズが乗ってる、あーチーズバーとかってだけど、なんかメレンゲが乗ってるとか。ああいいね。そうそう、なんかいろんなのがあった。なんか広い部屋に引っ越そうよとか言うけど、結構そうだな。気にしてて俺は結構嫌な、もう物音でなんか起きちゃったりするタイプだから。スーちゃんは若干潔癖とかもあるからさ。潔癖じゃないんやけど。そうそう、常にコロコロ持ってるから潔癖じゃん。それを潔癖って言うんだよ。ほら、すね毛、すね毛落ちたよって言って。やだ、そう、すね毛落ちたよ。やだ。スーちゃんの前、大体自分のすね毛でしょ。そう、俺のすね毛。え、俺のすね毛。なんでこう、漫画本に挟まってたっすよ。え、俺、いつ漫画、えって思うの、あれ。なんで挟まるんだろうね。蹴ってね、すごいよね。蹴ってね。今、取れ高を気にしてる。ほら。今で3分くらいだった。え、取れ高やばいじゃん。どうしよう。やばいじゃん。やばい、やばい。で、最後にツーちゃん情報入れるよ。うん。冷たいのずっと飲んでるから芯から冷えてるね。もう指先が冷たいもん。お湯割りとか飲みたい。あー、熱燗行こうよ。熱燗ね、無理無理、俺絶対痛いわ。俺無理だわ、もう明日も俺仕事で熱燗飲んだらやばい、無理だね。仕事できる。まあまあね、熱燗ね、一杯ぐらいどうぞ行けよ。
でも、日本酒俺